凝縮系物性学講座では、固体表面のナノサイズの微小物質の物理的、化学的性質を原子構造、電子構造からミクロに解析しています。ナノサイズの物質は、大きいサイズの時とは異なる新しい性質を示し、その解明は先端科学技術の発展に必須です。世界唯一の二次元分析機、ダイアナを用いて、原子配列立体写真を撮影したり、三次元バンドマッピングを行っています。世界最大の表面解析システムには、8台以上の装置が接続されており、種々の資料を作成して、STM などによる磁性薄膜と反応性の研究、ホールサブバンドなどの新しい量子状態の発見、光物性の研究などが行われています。また、立体指向電子顕微鏡など、先端研究に必要な新しい装置も開発しています。